今からどういう言葉を発するかみんな聞かなくだから聞かせてください。ラジオでいいわ。お前じゃなきゃこのドラマチックなことにならなかった。もう俺は二度とイブシお前とリング上で相まみえることがあるとは思ってなかった。